今日も一緒に聖書の言葉を学ぶことができますことを心から感謝をいたします。今日はマルコによる福音書4章35節から41節、嵐を鎮めるキリストについて学びたいと思います。今の皆さんの心の状態、魂の状態はいかがでしょうか。神様を信じるということは、豊かな恵みの中で生きることができることであります。イエス様は私たちが罪が許され、神と共に歩むことができるように十字架にかかり、3日目によみがえってくださるという素晴らしいことをしてくださいました。この神を信じた者は、神と共にある恵みの人生を歩むことができます。しかし現実に生活をしていくときに、私たちの周りには不安や恐れを覚えるような出来事が次々と起こってまいります。不安や恐れが私たちに臨むときに、私たちはどのようにしてそれを乗り越え、神様と共に歩んだらよいのでしょうか。今日の聖書のところを見ますと、イエス様が向こう岸に渡ろうと言われた。ガリラヤ湖の向こう岸に行こうとイエス様が言われたので、弟子たちはイエス様と一緒に船に乗って船を漕ぎ始めました。すると嵐が吹き荒れた。とんでもないことが起こったわけであります。弟子たちは思わず、私たちが溺れても構わないのですかというぐらいに非常に緊張した場面がここに記されております。その時イエス様は、沈まれ、黙れと言って波を沈めてくださいました。私たちの信仰生活にも不安や恐れを覚えるようなことはこれまでも起こりましたし、これからも起こってくるでしょう。しかしイエス・キリストは、黙れ、沈まれと言って、その嵐を必ず収めることのできるお方であります。そこで今日は嵐を鎮めるキリストについて3つのことを学びたいと思います。第一に、キリストと共に歩む者にも嵐は襲ってきます。第一に、キリストと共に歩む者にも嵐は襲ってきます。神を信じるということは、豊かな豊かな恵みを受けて生きることのできるものでありますが、それは嵐や苦難がなくなることでは決してありません。神を信じて生きる中に、いろんな嵐が押し寄せてくる、いろんな苦難が襲ってくる。イエス様も弟子たちに、あなた方は世で苦難がある、神を信じて生きる中に苦難がある、嵐は襲ってくるんだよということを初めから言っておられます。私たちが神様を信じてよかったな、これは大切なことでありますけれども、それだけではなく、あ、ちょっと大変だな、どうなるのだろうかなと思うようなことは現実に起こってまいります。イエス様の弟子たちの中には、かつて漁師だった人たちもいますので、湖のことはよく知っているわけであります。ここで嵐が来るだろう、あ、こうなるだろう、ああなるだろうということはあらかじめ予測できるはずでありましたけれども、彼らが予測できないほどのひどい嵐がここに触れたときに、彼らの心は揺さぶられてしまいました。私たちも自分の経験では克服できないようないろんな不安な出来事、心が騒いでしまうようなことが起こってくるわけであります。イエス様がそこにおられ、イエス様と共にいるはずなのに、どうしてこんなことが起こるのだろうかと思うような嵐が吹き荒れる。皆さんの中に吹き荒れている嵐はどんな嵐でしょうか。まず第一に、神を信じ神と共に歩む者にも嵐は吹き荒れるということを心に留めたいと思います。第二に、サタンは
嵐にだけ心を向けさせます。サタンは嵐にだけ心を向けさせます。神様を信じている私たち、そこに嵐は襲ってくる。で、問題なのは何か。嵐だけを見てしまうときに、私たちの心は不安や恐れ、嫌なことだらけで満たされていく。ここは気をつけなければならないところであります。イエス様と一緒に船に乗って船を漕ぎ出してしばらくしていると嵐が吹き荒れていく。4章の37節に、激しい突風が起こり、船は波をかぶって水浸しになるほどであった。しかしイエスは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こし、先生、私たちが溺れても構わないのですかと言った。ここにこう彼らのこうイライラした状態が記されている。私たちの周りには不安や恐れを覚えるような出来事が次々と起こってくる。これが終わったかと思ったらこれが起こる、あれが起こる、次々と起こる。で、それだけを見ていると、どうしてこんなことが起こるんですか。神を信じている私たちにとってみれば、神様を信じているのにどうしてこんなことがあるんですかと思わず言ってしまいたくなるような出来事が起こる。そして私たちを神様から引き離そうとするところの力、その力、サタン。聖書はサタン、悪魔とはっきりと述べておりますけれども、そのサタン、悪魔は、ほらほら、神様を信じていてもそんな程度か、本当に神様がここにおられるのかと言わんばかりの勢いで私たちの心の中にそういうささやきが来る。私たちを神様から引き離そうとする力、不安と恐れで私たちがもうどうしようもならなくなってしまうように誘惑する力は今も私たちを狙っております。ペテロの手紙1の5章の8節9節、身を慎んで目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたてる獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。信仰にしっかり踏みとどまって悪魔に抵抗しなさい。あなた方と信仰を同じくする兄弟たちもこの世で同じ苦しみに遭っているのです。それはあなた方も知っている通りです。歴史の昔から今に至るまで、悪魔は私たち神を信じる者を狙っております。神を信じる者が神様はどこにいるんだと叫んで神様から離れることを望んでいます。私たちの足を引っ張ろうとあらゆる方法を通して私たちに誘惑をしてきます。今皆さんが会っている誘惑は何でしょうか。神を信じる者が現実に起こっているそのことだけを見てしまうならば、神を信じていない人たちと全く同じ状態の中にあって、不安と恐れの中でどうしようもならない渦の中に入ってしまいます。今もサタンは私たちを狙っております。不安や恐れで私たちを満たそうとしております。ではどうしたらいいのか。第3番目に、私たちの叫びを聞いてくださるキリストのもとに行く。私たちの叫びを聞いていてくださる。弟子たちはどうしようもならなくなった時に、もう本当にこの自分の気持ちを、もう私たちがどうなっても構わないんですかと言っている。決していい祈り、素晴らしい祈りとは言えない。でも私たちが叫ぶ祈りをイエス様は聞いていてくださる。ああ、もう大変だ。ある方は
私の商売はどうなるのだ、遠く離れている家族はどうなるのだ、どうしてくれるんですかと思わず言ってしまうような出来事が起こるときに、私たちも叫んでしまうんです。で、叫ぶ中でイエス様は私たちの取るに足りない叫びをしっかりと聞いてくださっている。彼らが私たちが溺れても構わないんですかと言ったときに、イエス様はどうされたか。39節、イエスは起き上がって風を嵐を叱り、湖に黙れ沈まれと言われた。イエス様は黙れ沈まれと言って、どうしようもならない現実を全く沈めることができる。人間的な経験や人間的な力では解決できないような全ての問題の解決はイエス様のところにある。イエス様が一言黙れ沈まれと言われるときに、奇跡は起こる。不思議なことは必ず起こる。イエス様は私たちを愛してください。私たちのために十字架にかかり、三日目によみがえられた。死に打ち勝たれた方が黙れ沈まれと言われるときに、必ず神の不思議な技が行われる。その時イエス様は弟子たちに言われました。40節、イエスは言われた。なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。今私たちに問われているのは、まだ信じないのか。イエス様が、私は嵐を鎮める神であるから私を信じなさい。不安や恐れが私たちに迫ってくるときにこそ、必ず不安や恐れを取り除いてくださって、はもう、ああこんなに素晴らしいことが起こるんだということを私たちに見せてくださるキリストがおられるということを心から信じる。イエス様は私たちに言われました。もし信じるなら神の栄光が見られると言っておいたではないか。もうイエス様の約束、信じる者には神の栄光が表される。信じる者にはどんなに大きな嵐、大変な嵐が起きても私が沈める、私が栄光を表すから大丈夫だと太鼓判をしてくださる、この方が今私たちのうちに生きて働いてくださっております。私たちはイエス様のところに行きたいと思います。そして必ずイエス様が不安や恐れを取り除いてくださって、力強く私たちの人生を導いてくださることを心から信じて歩みたいと思います。不安や恐れの中にあるお一人お一人の上に、嵐を鎮めるキリストが圧倒的な力を持って導いてくださいますように、心よりお祈りいたします。皆さんお一人お一人のために一言お祈り捧げさせていただきます。神様、あなたは嵐を鎮める方であることをありがとうございます。お一人お一人に襲ってくる嵐を鎮めてくださいますように、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。今週1週間が守られますように、心よりお祈りいたします。